頃から親が鳥好きだったんで、小学2年の時に初めてインコを飼って、でも母の方がもっとずっとちっちゃい頃から飼って、まあ、私も結局母がすごいよく面倒見る人で、増やしてで差し餌して手乗りにしては、なんか他の人が欲しいっていう人にあげたりとか、そんな感じで。今シンガポールに住んでて、証券会社なんで朝から晩まで忙しいし、そのペットにもっと費やす時間がないと飼えないです。気になる。もう毎日動画送ってます。朝とりあえず起きたら家族の LINE にリンコはみたいな画像とか動画とかを見せてもらって、元気そうみたいな、ここから始まって、で昼とかも偉いんで、今リンコ何してるの羽とかを見て、あ、こんな色でこんな感触だったね。リンちゃんでアメリカ留学から帰ってきて、その時になんかこう結構まあ1年間楽しくもあり、やっぱりすごいしんどくもあり、なんか心が砂漠だとか言い出して、で何か癒しが欲しいとか言って、もうとにかく欲しい欲しい、とにかく可愛い可愛い。まず匂いは圧倒的な魅力で、私はもう匂いフェチなんで、ちょっと温めた小麦みたいな感じの焼きたてのパン的な感じの甘さだったり、かつちょっと自然な感じのこう太陽に干したシーツみたいな感じのふわっとするような感じだって、ふわっとそういう感じに香る、そう香ってる間にあの鼻をこう入れた時の、羽の中に入れた時の生温かさだったり、実際に感じるふわふわとか、そういうところも全部含めてインコの匂いだと思うんですけれども、それが一気に来るともう、うわっってなる、インコの匂いだ。人に慣れる子慣れない子とかもありますし、インコにも差があるっていうところ、面白いところでもあるし、気をつけるべき点でもある。理想通りにいかないので、ちっちゃい子のための教育とかで飼おうとするのであれば、多分ベストは親がちゃんときちんとした管理の仕方とか飼育の仕方を分かっていて、親がそれをやっているところを子供に見せられたら一番教育になると思うんですよ。なんかこんだけ大変で、なんかこんだけ愛を注がないとダメなんだよっていうところをきちんとした方法で見せてあげたら、うんちしたたらすごく教育にいいと思うんですけれども、なんか教育のために子どもに飼育を任せてみたりとか、それで失敗したところを見せて教育だよみたいな感じにするのは教育じゃないと思います。この間あの鳥見に行ってきたんです、ケアンズまで。野生のインコ、よかったですね。将来的にもうちょっと一つの国に定住するとかなったら、早めにちょっと長生きするようなオウムとか、ちょっと大きめの子も飼ってみたいなっていうのがあって。りんちゃんかわいいもんね。りんちゃんかわいいね。りんちゃん、りんちゃん。家具。